が悪い時期もあったなんていうのは本人から聞きましたけれども、やっぱりこうプレーとしてはもう本当に強いなという感じを感じさせるこうプレーが多いですよね、はい、今日も楽しみです。対する吉村和弘、まあ、こちらは今シーズンシングルス初戦で勝った後今4連敗中ですが、印象はいかがでしょうか。そうですね、あのバックハンド非常にいいですね。あの本当台上も含めて厳しいボールをかなり打ってますね。でやっぱり気持ちもやっぱりあのいろいろね、Tリーグ全体のことも考えていろいろ発信したりとかですね、はい、すごくこうなんですかね、Tリーグに対してのこうかける気持ちというのもですね、あの感じられますし、まあ今日はいいプレーしてくれるんじゃないでしょうかね。まあ、吉村和弘は岡山、琉球、岡山と渡って今シーズンまた琉球に帰ってきました。ソネバーサス吉村、ファーストゲーム、ソネトゥーサーブ、ラブオール。第2マッチのシングルスです。まずサーブは曽根、まずは体の近くに打っていきました。曽根がポイント連取です。曽根が先ほどあの紹介の時にね、あの非常に強いという感じるという話をしたと思うんですけれども、はい、やっぱその一つとしてほとんど守備がないんですよ。例えばこの間先般で行われたあの世界卓球なんかでも、中国と日本 の大激戦、やっぱもう張本の試合なんか見てもやっぱりほぼ守らないですよね。そうですね、ですからもう激しい打ち合いにこう世界中が興奮したような試合になりましたけれども、それも本当に負けずとですね、攻撃をし続けれるやっぱりこうスイングの速さだったりとか、インパクトの強さ持ってますから、これをなんと かあの吉村としたらですね、かわしながらこう自分の形に持っていく、このあたりがやっぱり吉村としてはなんとかそれを崩していきたいところですね。3-1 です。強烈ですがオーバー、まあ、ここもね攻めていこうというショットでした。そうですね、ただまだこあのちょっと中途半端な体勢で打ってしまったりとかしてるので、はい、ただこれがねなかなかだんだんピントがあって入ってきたりするんですよ。あともう一つはやっぱり曽根がやっぱりこの強気なロングサーブをよく使うというところですね、はいはい、やっぱこれだけ吉村のような強打のある選手に対してロングサーブを多用できるというのはかなり攻撃的な自信の表れですから。その曽根がリードを奪ってそのリードを保っています。効果的なロングサーブでしたね、はいはい、やっぱりスコアゲームですから、ここいくら曽根がこうだんだん攻めてくると言ってもですね、吉村も点数離れてから何かを仕掛けようとしてもちょっと遅いので、はい、離れる前に何とか仕掛けていって自分の流れに持っていくと、そこでこの今このサービスエースの後チキータエースとつなげたっていうのはですね、はい、さすが試合巧者ですね。まあ、差を戻してきました、はい、ここで弱気になってストップとか対応してるとどんどんはまってしまいますから。今ストップレシーブでポイント取っています。はい、追いついた吉村。これ順番が先ほど1本目チキータで2本目ストップと、これが良かったですね。はい、レシーブはネットを越えませんでした。ここで吉村和弘が試合をひっくり返しています。バックハンドを決めていきました。難しいところでしたけどね、やっぱりこうそのバックハンドうまいですから、吉村の鋭いバックハンドにもバックハンドで対応できますよね、はい、あの守っているわけじゃないんですよね。フォアハンド続けましたがオーバーです。これは曽根にとってはちょっとラッキーな1点ですね。ここラッキーポイントの後なので、多分思い切って攻めてきますから、吉村注意です。
ロングサーブでいきました。はい、思い切ってくるというところでロングサーブ出しましたけれども、ラッキーでしたね、ネットインして吉村はセブンオール、はい、ここお互いにとって重要な1本目になります。重要な1本は素根ストップから入ったので、吉村としたらここ3球目で行きたかったんですけど、ちょっとつまずいちゃって攻めれなかったですよね。大きな声を出しました曽根。今のも攻撃的なチキータ、要はスピードのあるチキータでしたら、あの吉村対応できたと思うんですが、あそこでサイドスピンを入れられるとですね、変化なかなか難しいんですよね、対応するのが。ただ1点差で粘っている吉村、はい、それは1本、この1本も絶対取っておかないとというところですね。おお、ストレートに持っていきました。これを守ってしまったんですよ、曽根らしくないんですよね。フォアドライブで3球目を回転系のボールして、あとあのバックハンドはもう強打が行くというのがですね、もう曽根の絶好調の時のパターンなんですけれども、吉村それを見逃しませんでしたね。またストップレシーブに対して吉村突っつきで返しちゃったんですよね。今もちょっとタイミングが合わなかったから致し方なくというところだったと思うんですけれども、さあゲームポイント、おお、今日は吉村力が勝っていました。今のはですね、曽根のあのネットにしたボール、曽根がドンと打ったボールを回転を利用して返したんですよ、なるほど。ですからあんまり力は入れてないんですけども、すごいボールがホップしたするんですよね。さあ両者ゲームポイント、ネットですね。サーブのやり直し。さあここ読み合いですね、だいたいミドル前か長いのかどっちか。押し込んでいきました曽根、第1ゲーム曽根が取っています。ただまあ最終的には接戦でしたね。いやもう接戦になることはね間違いないと思うんですけれども、これ最後のこのプレーですよ。この吉村のストップに対して今までやってないフォアでのフリックですからね。まあ本来曽根の待ち方であれば、そこバックハンド、得意のバックハンドのチキータで攻めていくところ。